一匹です。今回も日本からまたまた愛情便が届きました。今回で私がスロバキアに移住してから3回目になるんですけど、もう本当に毎回毎回ありがとうございます。1回目は荷物が届くまでに3週間半ぐらいかなかかったんですけど、2回目の時は結構スムーズにいって18日で届きました。で、今回3回目なんですけど、なんと40日かかりました。一向に連絡がなくて、でミッキーさんに問い合わせてもらったんですよ。そしたらカスタムっていう税関でね、止まってるっていう風に言われて、中身をチェックされたわけですよ。で、毎回チェックはされてるみたいなんですけど、なんとですね、こういう封筒がお家に届きました。心待ちにしていた荷物を開ける前に、ちょっとスロバキアの関税についてお話ししたいんですけど、でね、この封筒の中身を確認したら、見てください、これ見える？53ユーロ80セント、はい、タックス、税金がかかってきますとお手紙が来ました。1回目2回目はスムーズに行けて、その税金を取られるっていうことはなかったんですよ。3回目初、もう1枚入ってたその手紙にですね、中身の詳細を書かないといけないんですね。どんなものが入ってるのかっていうのを、細かく書いてですね、でそれを送りました。で、税関の方からミッキーさんの方に電話があったんですけど、驚くべきことを知ったんですけど、やっぱり53ユーロは払わないといけないっていうふうに言われました。だからね、細かく書いたんですけど、書いて説明したら税金取られないかなと思ったんですけど、結局支払わないといけないって言われて、税関の人曰く、荷物が大きくて金額も大きいと確実に怪しまれるみたいなんですね。で、今回母が送ってくれたこの荷物は10キロあります。荷物が10キロあります。でね、母はいつも細かくこの商品何が入ってて、重さいくらで、金額がいくらでっていうね、本当の金額を書いてくれてるんですよ。で、それはなぜかというと、日本では郵便局で本当の金額を書いてください、まあもし紛失した時とか保険のこともあるので、ちゃんと正式な金額を書いてくださいというふうに言われるんですけど、スロバキアではですね、荷物が10キロとか15キロとか重たい荷物、かつ金額総合計が150ユーロとか200ユーロとか、まあ1万2万円とか、金額が高くなるともう確実に売り物だと思われるわけなんですよ。中身の商品が高ければ高い分、そこから税金として取られるんですね。で、その方曰くですね、もう家庭のもので送ってもらうのであれば税金とか取られるのバカらしいでしょと。これ言っていいのかわからないですけど、こう今後ね、また送ってもらうってなった時に高い関税が取られないためには、例えば5キロの荷物だったらトータル、まあ、いくらであろうが25ユーロぐらい、で10キロから15キロとかの大きい荷物であれば、まあ、45ユーロとかでまとめるのが無難だっていうふうに教えてもらったんですね。まあ、国によってね、見る基準って違うと思うんですよ。詳しく書かないとやっぱりダメなところもあると思うんですけど、スロバキアの場合はそういうふうに言われましたね。前置きすごく長くなっちゃったんですけど、今から開けまーす。よし、じゃじゃーん、すごいなんかいっぱい詰まってる。カーダータオル、イエーイ、めっちゃ欲しかった。これめっちゃ欲しくて、なんで体洗うタオル欲しいのって思うかもしれないんですけど、海外ってね、日本みたいにこういう長いタオルってないんですよ。丸いスポンジとか、柔らかいやつとかはあるんですけど、すっごい背中をガシガシ洗いたくって、長いタオルちょっと送ってって言ったんですよ。次は、イエーイ、ベイビーちゃんの服ですね。ヨガパンツ、なんかフリーサイズで肌触りがすごくいいのって言って、プレゼントしてあげるって言ってママから連絡あったんですけど、え、かわいい、これとこれ、
と今から履いてみます。上はね今ちょっときついんですけど、下がね臨月でもいい感じにストレッチが効いてて、ちょっともう産後トレーニングしてまた鍛えよう。めっちゃいい感じ、こんな感じです。模様がかっこいいね。どんどん行きます。ここからイエーイ、カシティー。これね、前回も言いましたけど、もう本当に大人気クックドゥの麻婆豆腐。もう麻婆豆腐すごい食べたくて、ちりめん高菜とちりめん山椒めっちゃ美味しそう。あー嬉しい。前回入れてもらってね、初めてひじき入れてもらって作ったんですけども、めっちゃ美味しかった。リピートしてまた入れてくれてます。大根ば絶対美味しい。大根ばちょっと数が多いんでサクサクいきますね。しらすごはん、なめし。これもミッキーも大好きなので、ちょっとね青菜系入れてほしいって言ってお願いしました。たたききゅうりの素、もうこれから夏に向けてもう最高。白玉粉、片栗粉も言ってなかったのに、片栗粉と白玉粉も切らして、でもなんかもう1回送ったのに、何回もこれやっぱり追加でこれ欲しいあれ欲しいとか言ったら買い物に行くのも面倒じゃないですか。だからまあいつかこっちで買えたら買おうかなと思って頼まなかったのに頼まなかったのに、こういうのをなんか分かって入れてくれてるって本当に母ですね。すごいな。いいね、イボの糸、そうめん、やっぱりイボの糸。うわ、オンチ、おいリズムすいません、私ちょっとめっちゃオンチなんですけど、夏のねおそうめんって言ったらイボの糸ですよ。これやった、無印のウニクリーム。もうこっちでウニとかもさ食べれないからさ、きな粉嬉しい。これでちょっと白玉粉でねお団子作って、きな粉でちょっと和菓子を楽しもう。つぶあん、おぜんざいに、おはぎに、もう氷金時かき氷食べたいな。次お赤飯。スロバキアはね、日本と違って病院で赤ちゃん産むじゃないですか。で日本って大体岩以前みたいなのがあると思うんですけど、でね、スロバキアにもそういうのあるのかなと思ったら、ないとね、スロバキアにそういうものを求めてはいけないと言われてですね、それを母に伝えたら岩以前の代わりにね、お赤飯を送ってくれました。もうこれもう生まれたらもう即食べる。はい、次。いやー、お好みセット、お好み焼きの粉とおたふくソース、すごーい、なんでわかるん、こんなん。めっちゃ嬉しい。こっちでたこ焼きはねちょくちょく作る、1ヶ月に1回ぐらいは食べたくなるから作るんだけど、お好み焼き、お好み焼き見て、しかも What? You never seen Japanese food before? How much of this stuff? すごいね、いっぱい。これね、山椒の実。ちょっと開け出した。何？今日バウムクーヘン言ってたやつ、私。え、ちょっと待って。あ、勝手にバンボクーヘン。バンボーヘンじゃないよ、バームコーヘン、バームコーヘン、ちょっと待ってよ。あ、めっちゃいい香り、すごい、すごい、ちょ早いって、もう勝手に開けて半分だって。待って、知ってるよ、美味しいのは。どう送ってほしいリストにバームクーヘンを送ってほしくって、でも賞味期限早いじゃないですか、こういう系ってね、こういうお菓子とかって。だから賞味期限長めのものって言ったけど、ネットで美味しいよね。ネットで無印をね検索したら、もう不揃いシリーズがすごい人気って
聞いて、そう、無印のって言わなかったのに無印の買ってくれてる、すごいな。塩バニラもうほとんど食べたやん。めっちゃしっとりしてる。スロバキアにこんなしっとりしてる食べ物ないからね。あるかな、パンとかもカッチカチのやつ。おいしい。ジャコパイ、イエーイ。でっかいのとちっちゃいの。こっちのさ、韓国とか中国のしょっぱい売ってるんですけど、中のこのね、クリームは別としてしっとり感、ロッテのこのしっとり感ないんですよね。おこげせんべい、絶対おいしいやん。これも無印、ウルトラアソートメニュー、すごい、もうなんか日本のスーパーに来たみたい。次はあらねー、これも昔からあるやつ。よくお父さんが緑茶にこれを浮かべてお塩ちょろちょろっとかけて飲んでたんですけども、それがね、もうちっちゃい時から好きで、そう、おいしい。食べながらでごめんなさい。梅乳麺、これもあの産後の祝い膳に、めっちゃ美味しい。バーム食うへんの、このしっとりすごいな。タイバージョンもある、梅とタイの乳麺。うわー、嬉しい。うなぎの山椒炊き、天かすも嬉しい。切らしてたんですよね、これ。もうたこ焼きするときにもいるし、おいしそう。鮭祭り、梅干し食べたかった。梅干しで、おめでたい、お吸い物、タイもなか、お吸い物、タイの形してる。嬉しいね、これでも祝いじゃなくてももう本当もう超ハッピーよ。カップヌードルシリーズ、すごい、ミニとノーマルカップヌードルとカレーとシーフード、これ食べたかった。こっちにね、インスタントラーメン売ってるけど、日清のこのカップヌードルってやっぱりほんと美味しいですよね。松山揚げやって、一味違う油揚げ。黒豆ちゃん、グリーンティー、あ、また入れてくれてる。ゴールデンカレー、これもね、もう、はい、早くに食べきったんで、でっか、一味、一味の特大サイズ。ってことはさ、ゴールデンカレーが入ってるってことは、やっぱりセットで玉ねぎペーストも入れてくれてる。これ欲しかった、鶏ガラスープの素、中華作る時ね、とかチャーハン作る時とか、いやー嬉しい嬉しい。中華味、オイスターとか、へえ、これで、あ、もう中華もいけるね。切らしただし醤油またお願いして入れてもらいました。あともう1ヶ月したら赤ちゃん生まれたら生卵って食べていいよね。そう、 TKG 塩、こっちでね、あのファームとかで、あの手に入る卵は新鮮だから卵かけご飯食べれるよっていうのを教えてもらったんで、赤ちゃんが生まれたらもう速攻これ使って TKG します。タピオカ、これもね嬉しい。これカルディで買ったんかな。こっちにもね、バブルティーって売ってるんですよ。で、1回買ってみたの、買ってみたら、あのもう何、根性のない、やる気のない、セロハンで固めたボールみたいなのが入ってるジュース説明下手くそ、説明下手くそ、なんていうんやろ、あの日本のさ、あのブラックタピオカみたいなもちもちのキャッサバを使って作られたタピオカじゃなくて、もう本当にやる気のない、なんかニャっていう、でセロハンテープみたいな、もう口になんか残るね、なんかもう全然いけてないやつなんですよ。そう、私なんかあれ、なんか片栗粉でも作れるって聞いたから、そう、この片栗粉でちょっとこれでも試してみよう。長いお付き合いありがとうございます。
最後はですね、私が前にも紹介した世界で一番おいしいあの海洋ドレッシング2本今回入れてくれてるありがとう。もう53ユーロ取られてもしょうがないですね。本当にありがとう。これちょっと見える？上から見るとこんな感じです。こんにちは。はーい。ファイナリー送った？送った。送った。めっちゃいっぱい送った。ありがとう。送ってくれて。送ってくれて。はい。ついてよかった。よかったね。ありがとう。ちょっと高い。ありがとう。次は40-45 ユーロお願いします。マックス、マクシム。はい、大丈夫。ありがとう。ありがとう。嬉しいです。ミッキーも速攻バンクヘン1個あげて食べたからね。おいしいって感じ。はい、これ食べた。そう、45ユーロ以下で。大きい、大きい。They don't care. 大きいパッケージ。They don't care the price. ちっちゃいパッケージ。パッケージ。パッケージ。荷物。荷物。ちっちゃい荷物。荷物20ユーロ。OK。大きいは40、OK? 大きいのは？大きいのは45、マックス。50ユーロくらい。そうそうそう。今からホッケー。ミキ、今からホッケー行ってくる。友達とホッケーしないと。じゃあね、ありがとう、頑張ります。海外で生活してたら、オーストラリアに住んでた時は品揃えのいいアジアンスーパーがあったんですよ。だから意外とね、こう苦労しなかったんですけど、スロバキアっていう内陸国、ましてやもうあの海鮮とかも手に入っても新鮮じゃなかったりとか、冷凍だったりとか、あとすごい高いとかね、そういう中でもう本当にこういうね、日本の食材がありがたい。食材とかお菓子とかね、もう一個あげて食べたけど、今からちょっとまたもう一個食べよう。バンコで。またスロバキアでね、スロバキアでお店がようやく開いたから、こっちでいろいろこうね、買って送ろうと思ってるんですけど、なかなかね、こうなんか、なんて言うんやろ、送って喜んでもらえそうなものがない。自然がすごい豊かでね、いいんですよ。日々の生活はすごくいいんだけど、こういう感じでね、喜んでもらえるやろ。そう、でもちょっと見つくろってね、送るからちょっと待っててね。それでは今回も見てくださってありがとうございます。そしてママ、ありがとうございます。